ポン太郎です。今日は素敵なお届け物が届けましたので開封していきたいと思います。それではどうぞ。はい、今回はね YouTube で活躍されているゴーゴーマサウサさんから贈り物が届いたので開封していきたいと思います。ありがとうございます。なんだろう、インスタでねご連絡いただいたんですけども、紙物でねご活躍されてるゴーゴーマサウサさんで、手作りでねジャンクジャーナルというものを作っているみたいで、もう紙物にすごい詳しい方で、なんか可愛いものとかメルヘンチックなものとかたくさん作られてる方なんですね。で、ああいうデザイン性なものとかを作成できるのすごいなっていつも思って見てたんですけども、で今回ね紙物を始めたばかりの私にねお裾分けをしてくださるというお話をいただいたので、今回ね送っていただきました。ありがとうございます。リカさんに引き続きねまたいただいてしまうのはすごい申し訳ないんですけども、もうせっかくねいただいたので、はい、開封をしていきたいと思います。今回佐川さんで届いたんですけど、なんとね見てください、これここに伝票があったんですけど、それ剥いだだけでこんなねいろいろねステッカー貼ってくださって送ってくださったんですよ。めちゃくちゃ可愛くないですか。もうこれ後でね手帳にね貼っていこうかなって思います。全部貼れるものはもうせっかくなのでね。では開けていきたいと思います。もったいない、こういうの綺麗に撮りたいよね。はい、それで中身はこんな感じでラッピングされてました。かわいい、すごいたくさん入ってるかも。ここのマスキングテープもすごいかわいいですね。わあ、嬉しい。お手紙から読んでいこうかな。いや、お手紙読ませていただきました。本当にありがとうございます。もうなんて言ったらいいのか嬉しい。ではね、中身を見ていきたいと思います。本当にありがとうございます。ではまずここに見えてるものから、はい、こちらあれですね、ダイソーで人気の赤ずきんシリーズじゃないですか、ポチ袋。嬉しい、めちゃくちゃ可愛い。8枚入りをいただきました。この狼さんもなんか可愛くて怖い狼っていうイメージがあるんですけど、この狼可愛すぎません？かわいい、ありがとうございます。これ、使うのもったいないからとりあえず1枚はノートに貼っちゃおうかなかわいい。この袋の中身を見ていきたいと思います。これもかわいいですね、なんかクリスマス感でかわいい。クリップで止まってて、開けるよ。うわっ、すごい。はい、まずこちらが入っておりました。ボールペン嬉しい。先ほどのね赤ずきんちゃんのボールペンがはい入ってました。嬉しい、かわいい。ボールペンね結構使うのでね、うん、ありがたい。これ何で使おう仕事で使おうかプライベートで使うか悩むぐらいかわいいですね。ありがとうございます。そしてね、マスキングテープもいただきました。これもね、赤ずきんちゃんの柄のマステ。かわいい。本当にかわいい。いいのかな、こんなにいただいてしまって。こちら25ミリですね。かわいい。これ後でノートに貼りますね。そして、またまた赤ずきんちゃんのマスキングテープの柄違いですね。ほら見てください、これかわいすぎません？いやーかわいい、もったいないこの赤ずきんシリーズ本当人気だからね、私ダイソー行っても見たことないんですよ。
愛い、ありがとうございます。そしてまたまたマスキングテープ、私マスキングテープすごい好きで集めてるんですけど、お、シールドーさんですね。シールドーさんのマスキングテープで柄がいちご柄ですね。かわいい。マサウサさんがいちご柄が好きで、私にもいちご柄を送ってくださいました。ありがとうございます。この緑ベースなのがまたかわいいですね。そしてこちら、はい、こちらもシールドーさんのマスキングテープでいちご柄、かわいい。でところどころこの売れてないいちご、緑色のいちごがいるところもいいですよね。さっきのもそうだったんですけど、かわいい。これは使いますね。でもたっぷり使おう、もったいないけど、せっかくねいただいたのでもうたっぷり使います。そしてこちらも入ってました、不思議の国のアリスのこういうラッピング袋にこちらが入っておりました。フレークシールですね。マスキングテープ素材のフレークシール、え、めちゃくちゃ可愛いんですけど、可愛い。チケット系とかこういうお花とかね、すごい持ってない感じのマスキング素材のフレークシールですね。え、これどこのだろう、見たことない。あとでね何個か厳選して貼りたいと思います。そして同じ種類のねフレークシールもう一つ入っておりました。こちらも可愛い、チケットとかお花とか。これあれですよね、なんか溶かして形取るやつ手紙とかについてるやつ、かわいい。こんなにいただいていいの。36ピース入ってるみたいです。わあ嬉しい。もったいないそしてねこちらが入ってました、原稿用紙ですね。めちゃくちゃ可愛くないですか。天使、小さな女の子とスイーツが載ってますね。かわいい。お、違う色もある、ピンクとブルーとグリーンですね。これかわいい。これが丸々使ってもいいし、半分に切って使ってもすごいかわいいですよね。ありがとうございます。これかわいいです。こんなのどこで見つけるんだろう。そしてこちら、またまたアリスの袋に入ってますね。で、出すとパン。あ、さっきのやつだ。オリジナルペーパーシートですね。雑貨屋、雑貨エンジェル&ウィッチっていうのかな。かわいい。さっきの柄のペーパーの束ですねで裏の方はこういうちょっとスケスケのタイプのシートで同じ柄って感じ。これめちゃくちゃ可愛くないですか。これに書いてもいいし、これをね背景にしても良さそうですよね。かわいい。これ使おうありがとうございます、嬉しいです。そしてねこちらも入ってました、可愛いマステがついて。ちょっと開けていきます。はい、それではこちらが入っておりました。こちらは赤ずきんちゃんシリーズのハンディバッグということで、ギフトバッグかな、が入っておりました。7枚入りですね。これ可愛いですね。可愛い。なんか本当に使うのもったいないこれは可愛すぎる本当に。はい、まあ何かね友人とかにねプレゼントするときに使おうかなって思います。ありがとうございます。そして最後なんですけど、こちらの袋が入っておりました。これも赤ずきんちゃんのバッグになってますね。かわいい。これすごいしっかりしてる。で中にはなんとこれデザインペーパーじゃないですか。うわー本当ですか。ででん、お、私これのマスキングテープ持ってるんですけど、
デザインペーパー持ってなかったですね。これこんなキラキラしてるんですか？見えますかね？キラキラしてるデザインペーパー。わあ、かわいい。お菓子とか。かわいい。めちゃくちゃかわいいですね。アイスクリームもある。そして、ああ、こういうの夏に使いたい。クリームソーダとか好きなんで。そして、わ、バレンタインだ。チョコレート。いいですね。チョコレートに、いちご大福。そして、わあ、かわいい。かわいい。あ、こういう柄もありますね。すごい。で、チョコレートアイスとか。これも使いやすそう。普通にこう切ってね、使ってもいいかも。そして、レモンアイス。オレンジアイスかな。これもかわいい。すごい夏に使いたい。そして、これはお菓子ですね。ラムネかな？かわいい。なんでこんな皆さんいっぱい持ってんですかね。かわいい。わーすごいかわいい。そして、ちょっとレトロチックでかわいいですね。で、英文と、長所とかの柄。おー、エッフェル塔。なんと、ウサギちゃんだ。かわいい。素敵。これすごい使えそう。いいね。うわー、こんなにいただいてしまった。はい、こんなに本当にありがとうございます。もう、何作ろうかすごい今から悩んじゃいますね。はい、これをね、使いこなせるように、日々ね、研究をしていきたいと思います。本当にありがとうございます。はい、それではいただいたものをね、ノートに貼れるもの貼ってみたんですけども、まずはこちらですね。こちらね、いちごのマスキングテープ。すごく可愛いイラストで気に入りました。そしてこちらもいちごのマスキングテープ。可愛い。で、このね、赤ずきんちゃんのマステもすごい可愛いんですよ。可愛い。そしてこんな感じのマスキングテープ。これがね、一番お気に入りですね。かわいい。そしてフレークシールもね、3つぐらい貼ってみました。こんな感じ。かわいい。ちゃんと白押しですしね。そして、こちら。これもフレークシールですね。はい。こんな感じでね、もう素敵なアイテムをね、いただきました。はい、中身は以上になります。すごく豪華な内容でしたね。もう本当に嬉しい午後まさうささん本当にありがとうございます。もうなんかたくさんねありすぎてびっくりしましたこんなにいただいていいんですか。もうすごく申し訳ないでもね、せっかくいただいたからにはね、これをねどうにか活用していこうかなって思います。それでね、ゴゴマサウサさんの動画はいろいろね、作り方とかも、そのジャンクジャーナルっていうものの作り方とか、あとは紙物のね、紹介とかをされてるので、概要に URL を貼ってるので、ゴゴマサウサさんの YouTube 動画もね、ご覧いただけると嬉しいです。本当に今回はありがとうございました。大事に使わせていただきます。それでは今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。